なんか、なんだっけ、なんか、野党ヒアリング、政党ヒアリングとか。えっ、ー、と、政党への説明会とか、なんか、結構、いろんなことがあるわけですね、ロビーっていうのが。うん、で、よくわからんけど、それに、あの、言っていると。あの、女性の国会議員さんとか出、出会、うん、出会うというか、まあ、見る。そこ、初めて、政治家という生き物を。間近で、見たって感じですか。国会議員の女性っていうの、を生で見たのは、多分、まあ、その。 街で、ね、田島陽子さんに握手してもらうとか変わったけど <laughs> 実際そうやってやってるのみたいなのが初めてで私その時に結構びっくりしたのが、はい、ど,どっか省庁の,あの方に説明を受けるみたいなシーンだったんですよ政党か委員会かで。うん、であの見てただけなんですけどその女性議員がもう官僚ってったらエリートですよねきっとねおそらくねなんかすごいいい年いの,いいの男性たちがこうバーってこうスースーがバーってなれるところにでもそれだと困る方がいるっていうことじゃないですか。 それを早くやらないといけないってことでしょう。なんか、なんか、何を忘れたけど、こんなテンションで喋ってたんですよ。はい、で、私、それを後ろから見た時に、なんか、やっぱ、こんなに。あの、チーム権力もありそうな男性たちの。えっと、集合体って言い方、いいんですけど、に対して。うん、こうやって、語気強く、あの、物事を述べてる女性というのは、私は多分見たことなかったんですよね。うん、だ結構驚いて、驚いたんですよ。うん、その時に。なんか、まあ。 テレビとかその国会中継とかでね、そのそういう瞬間見ないわけではないけど、まあちょっとレレアに感じるじゃないですか。そもそも女性がっていうところも多いだと思うんですよそうそう。その辺の社会であんまないじゃないですか。うん。私多分二社会社入ってきたけど見たことなかったんですよね。うそう、女性が権力ある男性に物申す、うん、その。 なんだ、うんうん、自分の言葉で物申すみたいな。そう,そうそう、そうん、なんか指摘するというか。はい、まあ、意見交換を同じ立場でする。しかも、それって、こう、自分の利益とかじゃなくて。その、自分とは全然違う立場にいる。まあ、その、何らかの形で困ってしまうであろう人たちを代弁して。うんうん、その、強く怒りとか、パッションで出してるって。うんうんうん、まあ、そうですね。なんか、まあ、怒り。 男性同士の議論の時には当たり前であるような言い合いっていうのが女性から男性に対してそんなあったのを私はとにかく会社員時代とか、まあ、学生時代も含めて見たことがなかったので衝撃を受けたんですね、うん、あの結局企業に4んか四5千人の会社なんですけど、まあ、結局4五千5人変えたところで社会は変わらないし結局この企業だって要は経産省とか、まあ、社会的にいろんな資本のルールが決まった中で あの最大限の利益を出すために動いてるだけなのでなんかこの中で事情的にあの制度が変わるってことはないかなとといこななかちょっと思っ思て、うん、やっぱり強者の立場、まあ、その何をもって強者というのかいろいろありますけど頑張って努力してここまで来れたんだっていうなんか自分の努力次第でどうにもなるっていうなんかちょっとまあそれが嘘だけではないけれど。 まあ自分はそうしたからみんなもできるはずだっていうちょっとまあ思い込みっていうかねそのなんかちょっと偏り,偏りのある思考を持ってる人たちが中心になって社会とかでかい企業のいろいろを動かしているっていうのは多分いろんなところで見られると思うんですけどなんでそういう中心にじゃあそのまあいわゆる弱者その なんか大学に行けなかった人とか、うん、あのなんか時給1,000円でバイトして生計を稼いでる人とか、うん、あのシングルマザーだったりとか、うん、そういう人たちが世の中のこういうところをマジで変えましょうよってそのさっきの,、うんあのね、国会議員の人みたいにこう、うん、強く自分の言葉で言える場所って全然ないじゃないですかな<い>そこにっていいなんか。 資格が認められてないみたいなあなた方はその、うん、なんていうのかなこう中心に入れないけれどあなた方のために私私たちが中心で物事を動かしてあげますよっていうのが今の社会とか政治の構造じゃないですかうん、うん、でもそれを当たり前とずっと思ってたし私はだか政治家って。 まあ大体なんかもう政治家の家の系なんかもうねなんんかかももううね何代前から政治家だとかなんかそういう世襲とか二世議員ばっかでまあ日本の政治ってそういうもんなんだなあって思ってたけどそれを全然変えることも全くできるわけなんですよね。 そうですね。うん、そうそうあのそうです。その通り。だからそその通りでそこにまあなんか至ったわけですね。その結局政治のルールが変わらないとこの経済で回っている一企業のルールも最適ルールも変わらないから社内でも一応そういうのをちょっと提言したけどまああんまり今そんなちょっとその流行るちょっと前だったんですよ。流行るっていうためにですね。その S E D S かダイバーシティとか、うん、今で特権階級の 辞任とかいろいろそういうこともあるけど、まあ、当時やっぱそういうこともまだ広がってなかった時なんで、うん、サステナブルとかもねだからちょっとうんなんかそんな別に<ー>みたいな雰囲気だったんでちょっともう会社を辞めてそういうことをやろうと思ってうんでもそこのまた安定を手放したってことですよねそうですねでもなんかあんうーんそうですねずっとたうーんそうですねちょっとそこはあんま分かんないんですけどあんまあ、合わないんですよああいうそのなんかみんなでがあのそ組織とか ずっとねこれは本当にずっとそうあの学校でもずっと問題児って言われてきたし会社でも問題社員っていうか変な人とか変な社員とか、まあ、そういう言葉でずっと言われてきたんでまあ、基本的に合わないのでなんかあんまり会社を辞めることに抵抗はない会社っていうか組織をできることに抵抗はないんですけどまあまあそんな感じでやってあの結局政治の世界がこれ私たちの生きづらさの原因なんだってつきっ 薄くればせながら気づきじゃあ多様性増やした方がいいじゃんルールメイクの場にとなってでもなんかいやそうなんだけどてか何な,ならそんなことはずっと分かってるんだけど増えな,いなんだよ増えないんだよみたいな話にな,なっているとで「えなんでや?」みたいな「じゃあ出るわ」みたいな「<laughs> じゃとりあえず私がそこに座るわ」みたいな「みんな座ろうや」みたいなで一応私が今やってる歌詞は「みんな座ろうや」のフェーズ。